皆さん、こんにちは。TCK ワークショップウェビナーシリーズの ICU 高校の会です。今年は激戦、合格する自己 PR カードを書くためにと題しまして、岡村さんと私、水田でお送りしたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、まず自己紹介をした上で、ICU 高校、大変人気な高校ですが、改めて学校の特徴や出願方式、合格基準についてお話をまずさせていただいた上で、メインのトピックはですね、ICU 高校一部の方式が自己 PR カードというものを、提出を義務付けておりまして、そこのエッセイの、ポイントですね、どういうふうに書くと、過去の生徒様を見るに合格しやすいかっていうポイントをご紹介します。で、最後に TCK ワークショップはオンラインの家庭教師の塾なので、今日のウェビナーを聞いてくださったお得な特典を含む、TCK ワークショップでできる自己 PR カードのお手伝いについてお話しさせていただきたいと思います。では、自己紹介です。改めて私、水田紗英子と申しまして、 TCK ワークショップの、代表のものです。私自身は日本の大学と海外の MBA を出ていて、もともとアメリカからの帰国子女です。塾では教えてることも多くて、実は ICU の、エッセイは毎年担当させていただいてて、すごく得意としていて、また好きな授業の一つです。ICU 以外にも、英語全般ですね、帰国子女学受験、TOEFL、IGCSE、IB、AP などなどを教えています。はじめまして、岡村京子と申します。私は現在プロ講師として指導させていただいております。私も幼少期に生まれがスイスで、3歳までスイス、3歳から6歳までアフリカのガボンというところにおりました。その当時は全く帰国子女という自覚はなく 普通に日本の小学校に通って、中学校に上がる段階で父の仕事の都合で、アフリカのルワンダというところに行って、そこで初めて、そうですね、英語で、昔はキンダーだったので友達と自然に話してたんですが、初めて英語をちゃんと勉強して、すごく 苦労しながら 英語を身につけて、高校を帰国子女枠、大学も帰国子女枠で受験しました。で、そうですね、このような経験を生かして、用いて、今は日本語と英語の小論文、英検対策でしたり、高校入試対策、大学入試対策だとか、そうですね、英語の試験、あとは古典の授業を見たりもしております。高校からディベートを始めておりまして、授業の中でも、そうですね、生徒さんの視点と反対の視点を持ち出しながら、じゃあこれだったらどうかなとかいうふうに、できるだけ生徒さんの考えを引き出せる授業を務めております。特に京子さんは、もう今年入社したばっかりなので、もう非常に人気の先生で、ちょっと今日はよく小論文対策をしている2人でお話ししようと思っている次第です。元帰国子女としての視点もありつつ、今はですね、もう現役の帰国生、帰国枠受験をしている生徒様の生の声もお届けできれば嬉しいと思います。はい、ではですね、早速、ご存知の方多いと思うんですが、ICU 高校、改めて特徴、入試方式、合格基準などについてお話しさせてください。国際キリスト教大学がインターナショナルクリスチャンユニバーシティの頭文字を取って ICU、 そこの高等学校ですね。特徴といいますか、魅力というと、まず40年以上にわたる帰国生教育の実績があるので、そうですね、私が受験生だった時にすでにもう割と20年ぐらい歴史があるっていう学校です。またキリスト教系の博愛といいますか、すべての人を尊び愛そうっていう精神にから派生して、日本でやもするとですね、ちょっと変わった人だなとか、生意気だなとか思われてしまう帰国生にとって、ちゃんと愛されて、高校で伸び伸び育てる環境を作ろうっていう、すごくストレートな、帰国生にとってすごくいい環境の高校です。なんと在校生の3人に2人は帰国子女ということで、もう帰国子女の方が多数派ですね。3分の1の方の、ずっと日本で生まれ育った方の方がカルチャーショックを受けるような
ようなタイプの高校です。またやっぱりこう ICU 生徒っていうと、ああなんかすごくこうかっこいい帰国子女が多いんでしょってこう思いがちなんですが、それだけ数がいるといろんなタイプの帰国生が居場所を見つけられる場所でもあります。例えばですね、海外がそんなに楽しくなくて、あんまりこう帰国生というふうに扱われて、まあ、帰国子女だって言われたり、扱われることにちょっとこうアレルギーがあるような帰国生でも、そのこうなりの居場所が見つけられますし、こうね、すごく英語ペラペラな子ばっかりっていう、まあ、英語は強い必要はあるんですが、こうなんだろう、こうアメリカイギリスからの帰国生ばっかりだろうと思うと、まあ、そんなことはなくて、まあなんかね、マンダリンがすごくできたりフランス語ができるみたいな子もいるような、こうタイプがいろんな子が口を揃えて、あ、この学校大好きっていう学校です。またですね、日本の中学教育を受けていない方ですね、そのあまり帰るつもりじゃなかった方が急に帰ってきても、入りやすい学校の一つです。なぜかというと、まあ、海外のその現地の学校で頑張っていれば、英語力とその現地の学校でちゃんと成績を取ってたっていう、こう証明があれば、それだけで受験可能なので、日本の中1、中2、中3の国語や数学をこう完全に飛ばしてもなんとか受験もできるし、入った後そういう人もたくさんいるっていうタイプの学校です。またこうサポート体制っていう意味だと、やっぱりこうなかなかここまでできる学校はいないというか、こう帰国を予定していていなかった、あ、こんなはずじゃと思ってる生徒様でも、こうソフトランニングがしやすい、すごくいい意味でフォローのある学校です。例えばですね、多くの日本の高校はまあ、アメリカ、イギリス、シンガポールでいうナインスグレードですね、を卒業していないと入学できないという縛りがあるんですが、 ICU の場合は、入学する、まあ、4月時点で、例えばナインスグレードがあと 2,3 ヶ月残っていたとしても入学かとしてくれている、すごくありがたい学校ですね。学年を下げなくても、また日本の中3に編入しなくても受験できるっていう意味で、すごくこう生徒の立場に立った学校かなと思います。また日本語にしても英語にしても、こう両方完璧な人ってやっぱりこう存在しないので、日本語がすごく自信がない人、もしくはこう英語がもう1年いたら伸びたのにっていう、それぞれの方に向けてこう細かくね、4段階とか5段階にレベル分けされた日本語英語のクラスがあるのも、やっぱこうなかなか見られないものがあります。またキリスト教概論と呼ばれる授業があって、まあ、キリスト教について話している授業もあるんですが、通称キリ概と呼ばれていて、多様性とか国際社会の中での価値観みたいなものをディスカッションするような授業もあって、結構これに、ね、感動する生徒様も多いです。個性、自主性を尊重していて、勉強したい子はするし、スポーツ頑張りたい子は頑張るし、日本に適応、すごく日本的に適応しようとするもしないも自由っていうようなところがあります。また家族と離れて住まなきゃいけない人のための寮なんかも完備されていて、まあ人気が集まる理由もよくわかるっていうような学校です。スーパーグローバルハイスクールという日本の高校を国際化させようという取り組みの認定校の一つなんですが、正直その SGH という概念が生まれる前からもうほぼそのこう実態として SGH のような取り組みですね、留学とか国際理解とかディベート発表の場みたいなものが豊富にあり、今はもう SGH って5年の認定期間があるんですが、それも今終了はしてるんですが、まあ、その当時やっていたプログラムは今も続いていて、あとなんかそもそも ICU 文化が SGH っぽいところがあります。進路は、240名の1学年の中で80名は付属の ICU 大学へ進学して、またそのそれ以外の方はですね、慶応大学や早稲田大学など有名私立への進学率も高いです。強いて言うと、バリバリの理系に進む方の割合は相対的にかなり少ないっていうような特徴があるようです。もう選ばない理由がないじゃんっていう ICU なんですが、あえてこう ICU を第一志望とはしない高校受験生もちろんたくさんいて、その方々が挙げる理由はここら辺です。例えばちょっと競争がこうかなり激しくなってしまっているので、ちょっと合格できそうにない、例えば英語力が足りない、ちょっと学力成績に自信がない、もしくはちょっとこう準備不足でいろいろ間に合わないから、ちょっともっと安全な学校に行こうっていう方はもちろんいます。また日本における、まあ、いわゆるこう早稲田慶応といったこう名門大学の付属校をもともと狙っている方っていうのは、あえて ICU
ね、大学受験で慶応を狙うんだったらもう最初から行ってやれっていう方もいらっしゃいます。また今の時点でも理系が好きで理系に強みのある高校に進みたい場合第一志望にはならないことがあります。またこれはなんか悪いことではないんですが、ちょっと ICU だと楽しすぎてなんかこうすごくこうずっと楽しく行っちゃうから、まあ、ここで一回すごく日本的な進学校的なところに行ってこうちょっと自分を律したいみたいな方はたまに選ばれないことがあるんですが、これはでもなんかもう個人の好みだと思います。と最後立地ですね。東京都小金井市にあるので、まあ、例えば東京の東の方にお住まいの方の場合はちょっと遠いかなって思われる理由でもうちょっと都心の学校を選ばれる方もいらっしゃるようです。こんな高校です。で受験中学がないので高校で240人を選ぶんですが、ですね、そのうち受け方が4通りあります。で4個のうち3つはいわゆる高校1年生の4月に入学するためのやり方で、残り1つが学年の真ん中ですね、高1とか高2の9月に編入するための試験です。端的に言うとICU はこの4月に入学する3つの方式が圧倒的におすすめです。その4月に入学する方式3つあって、推薦入試、書類選考入試、学力選考入試というものがあり、それぞれ定員が60名、90名、10名です。特徴で言うと、推薦入試は、60名の定員なので、ちょっと書類選考より少なく見えるんですが、特徴は合格したら ICU 高校に入学する義務が生じます。つまり、第一志望が ICU っていう方には向いてます。もちろんね、ICU 落ちちゃった場合に備えて他の学校に申し込んでおくっていうのは可能なんですが、ICU 高校に受かった時点で他の学校は諦めるっていうやり方です。なので、本当に行きたいっていう方に向いてます。で出願方式は学校の成績と語学資格ですね、英検とかTOEFLとかTOEICの資格と、あとここですね、自己 PR カードっていう、その私は本当にこの学校に入りたいっていう PR カード、私はこういう人間ですっていうカードを出して、あとは面接を受けます。90人の書類選考のが枠が大きいじゃんって思うんですけど、この自己 PR カードに思いを込められるっていう意味と、やっぱり第一志望だよっていう方には優先権があるので、本当に行きたいという人は推薦入試の方が有利と言って過言はないと思います。で真ん中の書類選考入試はまあほぼ一緒なんですけど、入学合格しても入学を辞退できるっていう点と、あと自己 PR カードを出さなくてもいいとも言えるし出せないとも言えるんですが、結果的に学校の成績と英語資格と面接だけでもう決まってしまうので、やっぱりこう他にすごく行きたい学校があって割と受かる自信もあって、かつその海外での学校の成績や英語力に割と自信がある方です。もうシンプルにそこしか見てくれないので、それに自信がある方が向いてて、割とこうレベルの高い受験生同士の戦いが待っています。最後はですね、学力選考入試です。これはですね、他の2つの方式と違って ICU 高校が出題する英語、数学、国語の試験を受けた上で調査票を提出します。なので、一般的な受験にすごく近いですね。当日行ってペーパーテストを解きます。なので、内容は本当に日本的な中学の内容が出されるので、日本人学校に通われていた方や例えば海外歴が比較的短くて、英語はそこまで自信がないけれど、3科目はしっかり勉強してきたぞっていう方はこの学力試験方式がおすすめです。ただ枠が10名なので、どっちかっていうと日本の中学の勉強してない人が主戦場っていうタイプの学校です。はい、で最後に編入ですね。編入試験は若干名と書いてあるように枠がとっても小さいです。出願内容は推薦入試と基本的に一緒なんですが、これ基本的にはおすすめしないです。すごく枠がちっちゃいですし、逆にその突然ご記任が決まってしまった場合を除けば、何月生まれであってもこの高1の4月入学方式に出願できるのが ICU の特徴なので、待つ必要が7月まで、例えばなんか中学卒業を待つ必要がないという理由で、選べる場合は普通の入試でぜひ行ってみてください。例えばちょっと準備不足だから編入まで待ってみようっていうのは本当にやらない方がいいです。それをするぐらいだったらちゃんと前倒しして普通の受験を受けた方が有利だと思います。はい、そんな上でですね、で今日お話しする自己 PR カードはこの推薦入試、もう本当に ICU に行きたいっていう方が受ける受験方式に必要なカードについてです。
合格基準です。ICU はやはり見学の精神として帰国子女にとってのびのび健やかな環境を提供したいと思っている高校なので、もう絶対に頭のいい子しか欲しくないっていうよりは、こう良き環境を提供したいという、こう社会性のある学校ではあるものの、残念ながらやっぱすごく魅力的な学校なので、年々倍率は高くなっています。なので、学校の先生もちょっと苦しいお立場というか、入れてあげたいけど席がないって思ってること割とあるんじゃないかなと思います。 TCK ワークショップの場合、海外にお住まいの生徒様の中でもインターや現地校出身のお子様が圧倒的多数で、例年、毎年3人か4人は合格数、多分 4、5 名を問い合わせいただいて3、4人合格するっていうのがもう5、6年続いているんですが、我々が教えている生徒様の場合、大まかに2つぐらいの合格パターンが見られます。まずはですね、資格重視型です。英語資格ですね、出願資格はここまで高くないんですけど、実際合格している方はTOEFL で100点以上、英検1級、TOEIC 930点以上のうち2つ取ってる方がやっぱり合格しやすいです。もちろん例外もあるんですが、これ2つ持ってるとすごく安心です。特に英語圏からの帰国生ですね、はぜひ2つ取ってほしいです。稀にね、非英語圏出身で、マンダリンの HSK の5級とか持ってる方だと、それも加味されるので、もしその HSK 5級レベルで第2外国語ができるんだったら、ちょっと英語を落としてもいいかもしれないです。基本的に2つ取ってください。また現地校やインターの成績は英語資格がすごく強いものが2つある分、オール A とかである必要はないです。A が半分以上で、残りはほぼ B 以上。ちゃんと頑張った優等生だねっていう成績表が欲しいところです。またここがやっぱりね、勝負の分かれ目なんですが、自己推薦入試の場合、自己 PR カードはかなりしっかり準備して、もう渾身のラブレターみたいな感じにして出してほしいなっていうふうに思います。これをご覧になって、やっぱ多くの方は、出願資格ってTOEFL 72点ぐらいじゃないですかと思われると思うんですが、残念ながらですね、出願資格っていうのは、そのレベルでなければもう出願すらできないっていう基準であって、その合格基準っていうのは、その出願資格を満たした方の中で2倍とかの倍率がある中で残る方の基準なので、ちょっとね、あいにく別物っていうところがあります。でも、もう片方のね、そんなの英語資格2個も取れないっていう方で、もう1パターンが成績重視型です。例えば中学校とか小6、中1から海外にいらして2、3年しか滞在経験がない方だと、なかなかね、TOEFL 100点までたどり着けないことも多いんですが、そういう方で受かってるパターンって、実はその最終学年がオール A みたいな、めちゃくちゃ現地で頑張ったっていう方は受かりやすいです。なので、学校の成績がオール A で、先ほどの資格の、できるだけ近しい英語資格を1個取ってる方で、自己 PR カードにもう1年目はボロボロだったけど、私はこういう意味でこういう気持ちがあって、こんな風に頑張ったんだっていうのと、オール A の成績があるとスパーンって合格していきます。なので、本当に資格を取るか、きれいに成績を揃えるかのどっちかが受かりやすいと、我々はこの5年ぐらいで観察してます。ちょっと今年なんですが、やっぱりコロナの影響でですね、ご駐在や留学計画が変わって、高校は日本でって決める方がとても多いので、正直今年ですね、もう今の時点で、我々の塾にお問い合わせをいただく方でも、おそらく2倍から3倍すでにいらっしゃいます。で、ここからがシーズンですね、自己 PR カードのシーズンなので、おそらく ICU 高校、全体で見ても倍率は大幅に上がるのではないかと予測されます。ただ特徴として、ちょっとその1年越しぐらいで準備することが多いんですけど、ちょっと準備不足ですね。もう突然決まっちゃったっていう方も多い中、都市によっては英語の試験を受けられる状況ではなかったから、力はあるんだけど資格がないっていう方も多いので、そうなってくるとですね、いよいよ自己 PR カードがすごく大事なのかなと、私たちは思っているような、そんなところです。はい、ちょっとかなり駆け足ではあったんですが、これが ICU 高校の
出願方式&高校の合格基準です。じゃあますます大事になってくるですね。その自己 PR カード、まあ、例年ね、これ我々も教えてて、すごくこう幸せな授業の一つというか、なんていうんですかね、こう ICU 高校の自己 PR カードに本当に心を込めて書いて受かるとすっごく嬉しいというか、なんか自分の存在自体を認めてもらえたような、すごい幸せな気持ちになった高校生活、前向きに始められるので、時間がないとすごい苦しいんですけど、とってもなんかね、前向きな取り組みになることも多いんです。そのエッセイのポイントについて、ぜひ京子さんからご説明をさせていただければと思います。はい、私の方から、そうですね、自己 PR の簡単なご説明、様式のご説明や、どんなことを記入するかということと、あとは書くときのポイントについて、いくつかご説明させていただきます。まずは、ICU 高校の自己 PR カードには3つの質問が載っております。用紙が2枚ありまして、1枚目の方に ICU 高校に入学したい理由で、2枚目の方にスペースを2つに分けて、海外生活を通して学んだこと、あと諸活動の状況や実績についてを書いていただくことになります。次のページで、次のスライドで写真も載ってありますので、そちらでご確認いただければと思います。で、回答はすべて手書きになります。また、言語は日本語でも英語でもどちらでも選択可能ですので、基本的には表現をするのが得意な言語、自分の表現をしやすい言語ですが、もし英語の資格がちょっと足りていなくて、もうちょっと英語、いろんなファンシーな言い方を使えるようだとか、これでも私話せるんですっていうのをアピールするということであれば、英語を選択されたり、私どもからお勧めさせていただくことも多いです。はい、すいません、次お願いします。はい、こちらが実際の用紙になります。見ていただくと分かるのですが、ただの空白のスペースになっておりますので、本番、そうですね、大体、450字、マックスで450字、400字ぐらいが、ごめんなさい、英語のワードかもしれません。そうですね、そうですね、ちょっと、そうですね、英語のワードで400字ぐらいになりますので、一度そうですね、書いていただいて、自分で書いたものを紙に書いてもらって、またそれでスペースを見ながらという形になるかと思います。で、一つ目の この学校になぜ入学したいかというところでは、ポイントとしては3点ありまして、1点目が自分が将来成し遂げたいこと、この未来の話になりますね。で、そのために高校で何をしたいか、これを書くためには、やはり先ほど少し紹介があったキリスト教概論の授業のことだったり、学校の特徴だったりを触れながら、ICU でぜひこういう勉強をしていきたいという内容を詰めていき、で、それにプラスして、なぜただの高校ではなく ICU じゃなきゃいけないのかということを書いていただくような形になります。で、2点目の海外生活を通して学んだことでは、そうですね、このなんで1番目で書いていただいた将来成し遂げたいことを、なぜそれをそもそも思い立ったのかっていう原体験だったり、そもそも海外生活でこういうポイントですごくびっくりして、カルチャーショックを受けて、こうしたくなって、こういうことを発見してみたいな経緯を詳しくできるだけ書いていただくようなことになります。で、3点目が、1と2のバランスを見ながら関連するようなことだったり、スポーツや音楽の取り組み、学校での表彰、大会の出場実績、ボランティアなどの課外活動などを、箇条書きでも可能ですので、アピールしたいものをいくつか選択して、それについて説明も加えながら書いていただく形になります。例えばこうたまたま書いた1、2がすごく内省的で、自分の心の中にこうぐーっと深く潜っていくというか、こう入り込んでいくような内容を書いた場合、ちょっとこの人なんか内向的な人に見えちゃったかしらと思ったら、3で思いっきりチームでやったものについて生き生き書いてみるみたいなことで、こうバランスを取るっていうこともありますし、こうなんか究極こう読んだ時に、あ、すごく自分らしい、なんていうのかな、こう、友達、すごく仲いい友達に見せたら、なんとかちゃんの顔が思い浮かぶよって言ってもらえるような内容になってれば、
気にしなくていいかなとい う, こう、まあ、自分のある一面だけ強調されていたらちょっと違うところをさめ出してみようかなぐらいでいいかなと思います。進めます。はい、ありがとうございます。で、自己 PR エッセイのポイントですね。やはり私どもよく志望理由書のお問い合わせをいただいたりとか、逆にいただかなくて小論文を見てる生徒さんに志望理由書どうしたって聞いてみると、まだ書いてないとかおっしゃる方が多いのですが、やはり私立の学校でしたり、特にあとは大学入試もすごく志望理由というところは見られていて、面接がある学校ではすごくそこも聞かれてくるポイントですので、ICU のエッセイはもちろん、他のエッセイもすごくそうですね、ちょっと前から準備をして、自分が今まで何をしてきたのかっていうのを書き出しながら準備していただきたいなと思います。そうですね、合否を分ける、特に ICU ではすごくこちら評価されるので、合否を分ける大切なエッセイということで、なんか前日にちょっとやったことパーって書けばいいかなというわけではなくて、2、3ヶ月は見てアイデアを出して文字にして書き直してで、もうちょっとまた初心に戻って書き直してとか、そういうプロセスが必要なので、そうですね、2、3ヶ月は見ていただいて準備をしていただければと思います。で、また特にICU の帰国入試だったら、帰国生ならではのアピールもすごく大事になってきます。ここがすごく難しいのが、やはり帰国生としてよくあるのが、英語が大変だったでしたり、なんか学校で友達が言ってることが分からなかったでしたり、なんか外国の人ってすごくなんかコミュニケーションがこうでっていう、ちょっと残念なことになんか個性が出づらくな、そのままだと個性が出づらくなってしまうので、そこを何度もちょっと質問をしながら深掘りして、細部、なんか実際本当はボランティアをしたっていうけど、実際どんなことをしたのか、それから何を学んだのか、なんか全く同じ経験をしたことはやっぱり違うような、自分のインサイトが入っているような内容にできるようにこだわっていただければと思います。またそうですね、こちら当たり前のようではあるんですが、やはり良い文章、なんか自分がやっぱり日本語でも英語でも喋ったまま書くというのではなくて、何回も遂行しながら、この単語よりもこっちの単語かなとか、いいとか書いちゃったけどどう良かったのかななど、遂行していただいたり、 ICU についての情報をまたインプットしていただいて、より良い文章にもしていくのが 大切です。はい、そうですね、先ほど軽く触れたのですが、こちら合否を分ける大切なエッセイになります。準備にはしっかり時間をかけて準備をしてください、しましょう。そうですね、こちら形式的なよくある志望理由、なんかこれを勉強したいです終わりというものではなくて、私はこういう人間で、それを思ったのはなぜこうで、で今はこういう課題についてこういう解決策を持ってやっていきたいと思います、だから将来こういうことをしたいですという、自分の価値観やこれまでの経験、今後の希望などが生き生きと読み手に伝わるような文章にしていくのがとっても大切です。またちょっとやはりできるだけ自分らしい文章がいいのですが、やはり大人のアドバイス塾でしたり、ほぼお母様が書いたとかでしたり、そういうことも多いので、例えば他塾ではなんかもともとはパイロットになりたいっていう内容だったんですが、先生の方からちょっとこれだと弱いから、こういうちょっとさっき話してた中で出てきた、なんか路上にいた子供を見てこう思ったところから、じゃあこの国際的な機関で子供の貧困の撲滅に尽力したいとか、こういうことにしましょうみたいになって書いていらっしゃるケースも多いようです。なのでそうですね、こうするといいとは私どもからはお勧めしませんが、やはりこういうものと結局競うことになるというのは視野に入れた上で、ただパイロットになりたいんじゃなくて、どうしてなりたいのか、それをパイロットになって何をしたいのか、どういう自分になりたいのかっていうところをすごく深掘りして、なんかこのいわゆる優等生の回答にもちゃんと引きを取らないような、自分らしく相手を感動させるような文章にすることが大切になります。で、そうですね、先ほど3ヶ月ぐらい準備時間をと
申し上げましたが、やはり準備時間にはすごく個人差が出てきます。そうですね、自分のことを話すのがとても得意な子でしたら、やはり 1、2ヶ月でバンバンバンと書き進んでいって、あ、できた、すごいねってなることも多いのですが、やはりちょっと向こうで学んだことなんだろうみたいな、アメリカと日本の違いちょっとよく分かんないですねって、やはりちょっと帰国生の方は、私もそうだったんですが、アフリカにいてもなんか日本にそんなに長くいてから行ったわけじゃないので、日本との違いがよく分からなかったり、なんかストリートチルドレンを見たりとか他の貧困の状況を見ても、まあこの国はこんなもんなんだなっていうふうに思ってしまって、多分お父様お母様からご覧になられたら、うわこれすごい経験したんだから書くこといっぱいあるでしょうと思われるかと思うのですが、やはりちょっと難しくて、初めて書くタイプのこういう自分の経験を振り返りながら書く文章になるので、そうですね、ギリギリに慌てて書くよりも、またギリギリに慌てて書いて全く違う内容になってしまうよりも、自分らしいものを書けるように、そうですね、12月頃の出願になりますので、9月10月ぐらいからは書き始めていただけると良いかと思います。はいはい。そしてそうですね、先ほどの部分と少し重複はするのですが、帰国生ならではのアピールがやはり大事になってきてしまいます。そうですね、帰国生のエピソードはやはり表面的レベルでは同じものに聞こえてしまうことが多く、まあ、この英語に苦労したでしたり、さまざまな文化を学んだでしたり、将来は英語の仕事したいって、私は今まで、自分もそうですが、生徒さんでもすごく TCK の方に関わることが多かったんですが、やっぱり皆さんおっしゃることって、この架け橋になりたいとか、外交官になりたいとか、国際機関で働きたいとか、パイロットになりたいとかだろうねみたいな内容になってしまうことが多いんですね。なのでこのようなもちろん私どもの授業ではそうですし、書いていただくときも、具体的にどうして思ったのとか、どのポイントで思ったのとか、誰に言われて思ったのかとかいうところをすごく詰めていくことが大事です。またそうですね、帰国生の方にとってはすごく当たり前のことなので、例えば私だったら道でストリートチルドレンを見たとか、なんかそれをあえて言う必要もないかって思ってしまうことが多いので、でもやはり思い返してみると、どんな道だったのかとか、子供はどんな服を着ていたのかとか、なんて言ってたのか、自分はそれに対してどう思ったのかとか、そういった細かいところもやはり自分を動かした経験になっているとは思いますので、そういった、そうですね、すごく細部まで思い返して、その絵をなんか思い浮かべて、そこを伝えるような気持ちで書いていただくのがすごく大事です。で、そうですね、例えば下に書き括弧でありますが、差別を乗り越えたが、その後自分も実は差別してる人ひどいと思ったけど、自分も実はそういった心があったのかもしれないというような自己分析でしたり、世界の食文化に見られたっていう、この食べ物が好きっていう話からどんどん深掘りしていって、でも自分って本当はすごいラッキーだよなって思ってるからこそ、なんかこれを広めたいと思ってるんだったら、貧しい人は健康的な食事すらできていないということに気づき、変えたくなったっていうことでしたり、そういったなんかすごく、そうですね、こんなの言葉にしてもしょうがないかもっていうところまでたくさん聞き出してそのモヤモヤしてるってどういうこと、なんでモヤモヤしてるの、誰に対して悪いと思ってるのかな、誰に対してちょっとずるいことしちゃったと思ってるのかな、誰に対してなんか自分はラッキーだと思ってるのかなってところをすごく分析していただくのが大切だと思います。はい、ありがとう。なんかもう泣けますね、本当に。そうもうそのなんだろう、なんか国の架け橋になりたいって、もう微塵も嘘じゃない。はい、そうなんです。本当そうなんです。なんかそれ自体はすごいいいことだったりするので、はい、その子のバージョンのそれは何を意味してるのかってところに価値がある、ね。はい、すいません。はい、でそうですね、3点目で、こちらはちょっとこの実際に書くときももちろんそうなのですが、それ以前からやはりこういった小論文でしたり志望理由書って今まで書いたことがないと思います。なので言い回しだったり、なんかデスマスでいいのかなとか
私とかお母さんとか言っていいのかなとか、そういった部分ですごく私が今指導している生徒さんを見ていると、日本語のインプットだとか英語のこういったレズメに近いもののインプットというのが足りてない場合が多いかと思います。なので、小論文も志望理由書もそうなのですが、インプットがとても大事になってきます。自分で書くのももちろんそうなのですが、やはり良質な文章を読んでいないと、良質な言い回しだったりとか文章の構成というのが難しくなってまいりますので、もし今年の受験じゃなかったとしても来年再来年で考えていらっしゃるのであれば、今から、いろんなネットで探すとすごくたくさん出てきますが、志望理由書のサンプル の良い回答でしたり、あとはそうですね、小論文の文章でしたり、あとはまあよくこの前流行った去年とか前流行ってたのは転生人語を読んでいくとかでしたり、そういったどういったところで言い切りになるのかとか、テオニハしっかり使えてるのかとか、そういったところを高めていくのも今からできる対策になるかと思います。またそうですね、やはりICU についてしっかり知っておいて、どんな授業があるのか、どんな雰囲気なのか、この学校に行ったら何ができるのかっていうのを知っておくことは、自分もモチベーションもすごく生徒さんのモチベーションもすごく高くなるとは思いますし、またエッセイを書く上で、自分こういうことを思ったなっていうのを思いながら ICU のウェブサイトだったり、こちらのキリガイというキリスト教概論の話をまとめた文章を読んでみると、あれ自分が思ってたこと、みんなも思ってた疑問なんだみたいにつながってきて、これをぜひ志望理由書に書いて、自分ももっとこういう授業を受けてみんなの話を聞いてみたいということもアピールできるようにできるだけインプットしていけるといいと思います。私も最近こちら読み始めたんですがすごく興味深いトピックで、そうですね、最初からいきなりキリスト教の精神とはということではなくて、なんか愛ってなんだろうとか、人を物として扱うのはどういうことなんだろうとか、すごくICU を知る上でも、自分のことを解雇する上でも良い、ツールになるのではないかと思います。またそれ以外にもそうですね、 ICU の説明会に行かれたら、そちらでお話を聞いていただいたり、卒業生在校生の方が身近にいらっしゃったら、そういう話を聞いていただいたり、ウェブサイトを見ていただけると、こういったところで書く小ネタだとか、そこを種にして書ける内容になるかなと思います。私どもの学生の講師さんでもすごく ICU 出身の方が多いので、そうですね、最近も私も来年 ICU を受けたいんですけど、 ICU の先生、 ICU 出身の先生いませんかというお問い合わせをいただいて、ぜひいい先生がいるので、ぜひこの方から授業を受けてくださいと紹介させていただいたばっかりですので、はい、私どもよく対策もさせていただきますし、経験のある学生講師も多くいますので、そういった面でもぜひお声掛けいただければと思います。ありがとうございました。というわけで本当にこう何度もうがなずきながら、またなんかこうやって深掘りしていくというよっていうところで、なんかなぜか涙が出そうな感じなんですが、いや本当に何だろうな、過程を正直に深掘りしていくと、こうなんていうんですかね、上手に書けたエッセイって本当にその当日面接で主にそのエッセイについて、自己 PR カードについて聞かれるんですが、なんか本当にこう楽しいって言って帰ってくる生徒さんが多いっていうか、自分についてどんどん聞いてもらえたし、こうすごくこう自分らしく伸び伸びいられて、こう帰国することに前向きになるみたいなことレベルでいい効果があったりするので、割とまあ、なんかでももちろんその我々もなんかあまりいい人ぶるつもりもなくてですね、そのちょっとこれじゃ子供っぽいなと思ったらもちろんお伝えはするんですが、可能であればその全く思ってもいないことを強制するよりも、ご本人が言葉未満になっている考えみたいな、一生懸命一緒に引き出して言葉にすることに喜びを感じていたりします。逆にちょっと怖い話しちゃうんですけど、私たちがですね、この英語資格とか自己 PR エッセイを口を酸っぱくして主張する理由がいくつかありまして、過去にやっぱりいらっしゃるんです。もうものすごい有名なインターでめちゃめちゃ成績が良くて、英検1級を持ってて、で
2個目の資格を取らなかった、かつ自己 PR カードに正直どの学校にも出せるような、そのいわゆる綺麗な機構の多様性教育、帰国性教育に非常に共感し志望させていただきました的なものを書いた子がスパンと落ちてるんですよ、実は何人か。なのでですね、あれはなぜ落ちるのかなと考えた時に、まあ、なんかいろんなね、まあ、これは思惑なんですけど、やっぱり ICU 高校としてはもううちじゃないと、うちだったら絶対に幸せにできるって思う子ほど入れたいんじゃないかなと私は勝手に思っていますね。あの落ちてしまった生徒さんは、まあ、うん、他でも大丈夫って思われちゃったんじゃないかなっていうふうにちょっと思っているので、まあ、実際はね、そのそれぞれ別に ICU に落ちてしまったからといって人生がね終わってしまうわけではもちろんないんですが、すごく魅力がある学校ではありますし、やっぱり我々卒業生の方の今度なんかね、高校に入って3年後に大学受験のお手伝いなんかもする塾なんですけど、ICU は嫌だったって子ってやっぱいない、いないと、まあいない子が受かるんですけど、多分いないと言い切ってもいいので、ぜひぜひなんだろうな、こう、まあ、めんどくさいですけど上手に使えばすごいハッピーな家庭なので一緒にやってみましょう。はい、というわけで、我々 TCK ワークショップの自慢が若干入ってるんですが、そこのご紹介だけ最後させてください。2枚目に特典の話も出てきます。ご存知ですね、 TCK ワークショップは、私がですね7年前に始め、なんと京子さんのような、岡村京子さんのような素敵な仲間に恵まれて、なんとですね、なんか1000人近くの生徒様に今まで教えてきた、完全1対1のオンライン家庭教師塾です。最近集団授業なんかもあるんですけど、1対1にしている理由がですね、やっぱりこう自分が帰国したてとか海外行きたての時を思うに、なんかこういびつな、なんだろう、得意な方の言語では普通に賢かったりするんだけど、もう片方の言語ではなんかもう幼児みたいな状態だったり、こうどっちの言語でも言えないことがあったり、その本当に中二とはいえこう凹凸がある存在だったので、やっぱりこう気持ちが分かってくれて、自分が安心できて、日本語でも英語でも自分を理解してくれる先生が、あ、今は次の目標に向かっていくんだったらこっちの言語をこれぐらい頑張って、もう片方はこれぐらいでメンテしようみたいな、こう私に合わせて両方分かってる先生に導いてほしかったっていう気持ちが強かったですし、正直我々ほどそのなんだろうな、こうバラエティ、まあ、行ったタイミングとか元々の能力とか、こう素質受けてきた教育によってばらつきのあるものが、集団授業に行っても効率すごく悪いので、多少値段は張ってしまうんですが、こう割と情熱があるバイリンガルの先生たちを揃えているので、まあ、そういう先生がこう1対1でしっかり向き合うことによって、その1時間の授業が、まあ、例えば集団授業の3時間4時間分ぐらいの効果を発揮する。あとね、我々は時間がないというか、英語のカリキュラムについていく選手と日本語をちゃんとキープしなきゃいけない日本人としての顔を2つ持ってても時間は24時間では足りないので、やっぱりこう1時間で質のいい授業をしてこう夢を叶えていくっていうのをすごく大事にしています。でもいろいろね、英語力維持とか、その日本ね帰国した後にもう一回海外大に出願するとか、海外が長くなってきて日本語忘れてきたとか、いろんなお問い合わせはあるんですが、やっぱり塾っていう側面も強いので、やっぱ受験はすごく大事にしていて、どういう学校選ぼうとか、 ICU にあとちょっと足りないからなんとか資格を揃えたいっていうところから、まあ、願書出して、あとまあ落ちちゃった場合はもう受かるまでとことん付き合うっていうようなところもやっております。はい、今ですね、でそんな我々 で実はですね、1対1で、お問い合わせをもらうと最初に面談をします。で、あ、こういうふうな今までご経歴でこんな国で過ごされてきて、現在日本語英語はそれぞれこれぐらい自信があって、でこういう理由でこんな学校を探してるって多分教えていただいたら、まあ、ICU を第一としてここら辺の学校セットで受けましょうってお話をしたり、でも実はこうまだ海外でスポーツしてるとかっていうのも聞いて、じゃあ譲ってこれぐらいの勉強でどうですかってい う計画を立ててお見せすることが多いです。でその上で1時間無料で授業を受けていただいて、まあ、先生との相性とか、まあ、どっちの言語の方が話しやすいみたいなのもあるので、まあ、それを見ていただいて、あ、いいなと思っていただいたらご契約で、多くの方は週に1回から2回受けててですね、まあ12月が ICU の出願ですので、例年サンクスギビングぐらいにすごく焦ってる生徒様が1人2人いるっていう感じなんですけど、今申し込みいただいたら、まあ、週1で足りる方と
週2回お願いしますという方がちょっと分かれるかなというタイミングでございます。以上本日の内容でした。皆さんとですね、また今日もTCK ワークショップウェビナーをご視聴いただき誠にありがとうございました。またですね、皆さんとウェビナーはもちろんなんですが、あれですね、こう、授業もしくはこう何かしらの講演会などなどでお話しできる機会を大変楽しみにしております。では本日はありがとうございました。失礼します。